BRZ と非常に近似性を感じる SVX をこれからテストします。堺の落合さんにいただいた高野山海藻1200年の、パワーストーンをつけて、SVX をちょっと試してみます。感じることをそのまま伝えていきたいと思います。それではいきます。やっぱり SVX で何が一番いいかっていうと、この水平対向ロキッドエンジンの濡れたようなことですよね。このサウンドっていうのがやっぱり一番の魅力っていうこともあるし、この湧き出るようなトルク、これが気持ちがいいです。重いんですね。もっと軽くすることができたはずなんですけれども、そこまで至らないうちに、この車は結局締めを終えたということですね。前です。もう一つ、その水平対向エンジンを搭載しなきゃいけない理由っていうのは、BRZ の4気筒っていうのは安くなきゃいけないです。もともと200万円をターゲットプライスとして作った車ですから、あの車の状態で、あのエンジンで、4気筒のエンジンで200万円台を超えるなんてことはバカバカしてやっちゃいけないことで、もっと安くしてもいいですね。で、安い、車をたくさん、売って、スポーツカーの、市場を広げていくのが仕事なんですね。じゃあそうじゃなくて、スバルらしさをどこで具現化していくかって言ったら、
体に搭載できる水平対向エンジンを乗せなきゃダメですね。でこの車を作った実力があるわけですから、早く富士五本体が、この車に、水平対向エンジン、これは 3000cc でです。3000の水平対向エンジンを